ドーン・アダムズは、イギリスの女優。1950年代には、メトロゴールドウィン・ベイヤーの作品を中心に、映画女優として、ハリウッドで、1960年代から1970年代に、かけては、イギリスのテレビ界で活躍した。チャールズ・チャップリンの1957年の作品、ニューヨークの王様ではヒロインを務め、スペンサート・レーシーや、 デビット・ニーブンといった名優とも共演を重ねた。1930年9月21日、サフォークのフェリックス島に生まれる。生後感もなく一家は、イギリス領インド帝国のカルカッタに移るが、カルカッタに移って後、母が亡くなり、以降は母方の祖父母に育てられることとなった。ドーンは5歳になってからイギリスに戻る。 妻に先立たれた父親は1942年10月にモンテシートで女優のアーリーン・ジャッジと再婚するが、その生活も1945年7月で終わる。ドーンは物心ついてから父親に女優になることを打ち明けた、あと、王立演劇学校に進んで女優の道を歩み始めることとなり、1949年に初舞台を踏む。 舞台デビュー翌年の1950年、若年ながら衝撃弾を率いて巡業していたドーンは、MGM にスカウトされ、1951年の、レイミランド主演の映画、夜から朝までのドッティ・フェルプス役で銀幕にデビューした。MGM でのドーンは、雨に歌えばの、テレーザ、ガツアオクしてのシンシアスレーター及び、聖イの、ユニアといった役柄で出演する。 私生活の面では1954年にロッカセッカ公・コードンビクトリオエマヌエーレ・マッシモと結婚しローマに移り住んでいた。翌1955年1月10日には長男ステファノ・マッシモを出産する。この間、ドーンはチャップリンのライムライトのヒロインであるテディー役のオーディションを受ける。テリー役には クレアブルームが選ばれてドーンはその座を逃したが、その存在はチャップリンの記憶の中に残っていた。チャップリンは1954年に、後にニューヨークの王様として結実する祖国を追放され、ニューヨークに滞在する国王を題材とした作品の制作を発表し、ヒロインである若い女性広告エージェントであるアンケイ役の人選に取り掛かった。当初、この役には、 ボードビル芸人の孫でもあった経験道路の起用が考えられ、チャップリンの妻のウーナや片腕のジェリー・エップスタインがその考えに同調していた。ところが、K の出演作の一つであるジュヌビエーブを見たチャップリンは気が変わり、K の起用はなくなった。変わってチャップリンがヒロイン役として目星をつけたのがドーンであった。チャップリンはドーンに電話で直接出演交渉し、さらにドーンが コルシェスール・ブベイのマノアールド版を訪問して、正式にヒロインとして選ばれることとなった。完成したニューヨークの王様は、チャップリン自身がその犠牲となったマッカーシズムを皮肉り、ジャン・リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーなどといった若い世代の映像作家に多大な影響を与えた。ドーンも金に急する国王をコマーシャルや整形手術などに誘う広告エージェントの役を講演した。 イギリス映画であるニューヨークの王様はさておいて、この時期のドーンの出演作は前述の MGM 時代の作品も含め、ハリウッドのモラルから多少逸脱するものが多かったが、ニューヨークを中心に一定以上の支持を集めた。1960年代以降のドーンは、怪人マブゼ博士のヒロインなど、定期的な映画出演の傍らで、テレビドラマにも進出。 私生活でも1966年3月に、次男ノエル・ジョーン・パトリック・アダムズを出産するが、ノエルは、生後半年で、帰還支援により亡くなってしまった。1971年4月23日には、ロンドンで、マッシモと離婚する。2年後の1973年、長男ステファノが、映画プロデューサーのアイバン・ホックスエルの娘と婚約し、ドーンは、この婚姻に、 賛成のよう示した。その翌年の1974年、ドーンはジミー・ホワイトと再婚した。1980年代に入ってからは癌を患い、大替医療のためにフロリダに行ったりした。1985年3月から4月にかけては、アメリカ滞在中に3週間ほど、昏睡状態に陥り、意識が回復した後、ロンドンに戻った。 それから間もない1985年5月7日、ドーン・アダムズはロンドンの病院で54年の生涯を終えた。インターネットムービーデータベースのデータによる。ドーン・アダムズと濁らない資料もある。夜から朝まででの共演者の中には、後のファーストレディであるナンシー・デイビスがいた。1953年1月以降のチャップリン邸。ありがとうございます。